ザ・サブターはパンデミックスタジオが開発した第二次世界大戦を舞台にしたサードパーソンアクションゲームである。欧米では2009年12月8日に発売された。なお、開発スタジオのパンデミックはこの作品を最後にエレクトロニックアーツに吸収されたため事実上の遺作となった。レーシングドライバーであるショーン・デブリンは親友のジュールをドイツ人レーサーで 武装親衛隊大佐であるカート・ダカーに殺害された。ショーンは彼の行方を追い復讐するため、レジスタンスとイギリスの情報機関である、ミロクから依頼される任務をこなしていく。ショーン・デブリンというアイリッシュ系のレースドライバー、メカニック。モデルは元レーサーで、イギリス情報機関の情報員であった、ウィリアム・グローバー・ウィリアムズという人物。 1940年代のナチスに占領されたパリと、その近郊、フランスとドイツの国境の街であるザールブリュッケンが舞台で、当時の街並みが忠実に再現されている。ゲーム上では、検問所の兵士がドイツ語を話す以外はすべて英語が使用されている。ただ、あるスキルを行うと警戒レベル5でも小屋が利用できる。ショーン・デブリン製、ロビン・アッケン・ダウンズ本作の主人公で、 アイリッシュ系のレーシングドライバー。もともとは整備士であり、親友のジュールズと共にビットーレの下で働いていた。彼らを英国庁報院と誤解したダーガーに拷問され、ジュールズが命を落としたことで、自暴自棄になっていたところをルークに誘われて、レジスタンスに参加する。命に関わる危険な任務ばかりにも関わらず、常にジョークを欠かさない。タバコとウイスキーが好みで、 いつもを持ち歩いている。また、ジュールズの形見である手下げカバンを肩にかけている。ルークセイアンドレ・ソルッツォ・ショーンを焚きつけて、レジスタンスに参加させた、フランス人。レジスタンスの一団を率いるリーダー。元は作家だったが、ナチスの思想統制によって、著書のほとんどが発禁にされ、レジスタンスを立ち上げるに至った。元作家という経歴からか思想家らしい言動が目立ち。 同じ、レジスタンスのリーダーでありながらもリアリストのミンゴラとは、折り合いが悪い。また、レジスタンスのために使えるものは何でも使うという、姿勢が反感を呼び、ショーンとはたびたび衝突する。ジュールズルソ生アンドレ・ソルッツをショーンと共にビットーレの下で働く、整備士。ショーンとは親友であり、同時に、兄弟のような関係でもある。ダーカーの卑劣な手で、 ショーンが、レースに負けたことに憤通り、ショーンと共にダーカーのレースカーを破壊しようとするが、ダーカーに捕らえられ拷問の末に射殺された。ベロニークル創生、カレン・ストラスマン、ジュールズの妹。ショーパブを経営する両親の下で育ったために、男嫌いで兄のジュールズを除き、ショーンに対してもそれなりに、親愛の情は示しつつも言動には、棘がある。ルークの著書を読破しており、 彼の思想に浸水している不死がある。兄の死から来る、喪失感を埋めるようにルークに就寝し、レジスタンス活動にも強引に参加する。ビットーレ星ジムワードショーンの上司であり父のような存在。元ドイツの艦長用車の整備士、ショーンが危険なレジスタンスに参加していることを心よく思っていないが、止めることができずにいる。ダーカーとは、ドイツメカニック時代に面識があるが、 互いに、友好的ではない。ガスパードルディビーンル創製ガスパード、スティーブ・ブルム、ルディビーン、ラジア・バロージ・ジュールズとベロニークの両親。ショーパブ・ベルを経営しており、息子の死後ナジスと対立したショーンに、ベルの控室を拠点として提供する。スカイラー性、カリはローグロン・ビショップの部下である諜報員の女性。ビショップの指示に従いながら、ショーンやルークに協力する。 作中あまり言及されないが、本国イギリスでは、伯爵夫人という立場でもある。ショーンとは、本作の事件以前に面識があり、愛人関係にあった模様。基本的には、英国長報員という立場からの発言が多いが、言葉の端々にはショーンを気遣う様子が見られ、ビショップやウィルコックスのように完全に、ショーンを手駒として見ているわけではないようである。 ビショップ製ジョン・ノーブルイギリス特殊作戦執行部の役人でフランスでのナチス対策の指揮官。ショーンに仕事をこなしてもらったお礼としてダーカーの情報を提供する。また、ショーンの能力を高く評価している。移動する際はウィルコックスが運転する高級車に乗っている。ウィルコックス製グラハム・マクタビッシュビショップの部下であるイギリス人男性。ショーンには ナチスの通信基地、神経ガス工場の破壊を命じる。ビショップが車で移動する際に運転も担当している。普段はルアーブルにあるキリスト教会にいる。カスラー製、フィル・プロクター・ダーカーが勤務する研究所で働く博士。研究所では原子力兵器の開発を行っていたが、ストーリー終盤で研究所内の施設を爆破する任務を依頼されたショーンに協力する。 マリア製、カトリーン・ビマン、カスラーの娘。カスラーを研究に協力させるために、人質としてナチスに捕らえられていたが、後に、ショーンによって救出される。マーゴット製、シンシア・サンジやレジスタンスを率いる、中年女性。ミンゴ製ハキーム系カジカタコンベを拠点とする、レジスタンスを指揮する、黒人男性。クロシェ製、ノーラン・ノース・ナチスに捕らわれていた軍人。 片手を失っており、義手代わりに服を取り付けている。ショーンに救出され、部下たちと共にレジスタンスに協力する。デニス製スティーブ・ブルムカトリックの神父。ナチスの蛮行に胸を痛めており、たびたび、ショーンを頼ってその蛮行を阻止しようとする。クーン萌え、マシューヤンキング中国系移民の博士で、精神科医。パリ市内にある、チャイナタウンに居住する。カートダーカー製。 ミーシャ・フィスタードイツ人。レーサーであるのと同時に武装親衛隊の大佐で、ショーンとジュールズを英国長報員であると誤解し、拷問の末にジュールズを殺害する。ストーリー中盤で一時フランスを離れ、ベルリンに逃れる。やがてレジスタンスの活動劇化や、戦争の不振から精神的にかなり不安定になり、エッフェル島内で仲間である親衛隊の兵士たちを、 次々に殺害した後、ショーンに拳銃で撃たれ、屋上から落下して死亡する。ショーンとの最後の会話では、ナチスドイツの敗北と自らの死を悟っていた。フランジスカ星、カレン・ストラスマン・ダーカー配下の女性士官。ダーカーの車を破壊しようとしたショーンとジュールズを捕らえ、ダーカーに引き渡した。サントス星、S、ゼブ・エスコーナッチ武器、物資をレジスタンスに提供していた。 スペイン系男性。ストーリー中盤でドイツ軍に協力していたことが発覚し、ショーンに追い詰められ銃撃戦の際に死亡する。テラースクワットナチスの特殊部隊。東部戦線で暴れ回ったらしい。他の兵士に比べて体力が多く強力な武器を所持している。その耐久力はヘッドショットにも耐えられるレベル。ストーリー中盤から登場するほか、ハーフトラックにも1名乗っている。 ピストルナチス将校や一部の兵士が使用している。威力が小さい。サプレッサーがついているので敵に気づかれにくい。威力がそこそこ強くバランスが取れている。威力が高いが反動も強い。カートダーカーが使用するマシンピストル。ルガー P08 を改造したもの。メインミッションをすべてクリア後に武器商人から購入できる。 サブマシンガン MP40 ナチス兵士が使用している。威力が小さい。ナチス兵士が使用している。威力がそこそこ強く、バランスが取れている。レジスタンスが使用している。相談数60発のドラムマガジンを使用する。レジスタンスがサプレッサー内蔵のマーク2を使用。テラースクワットが使用している。相談数が多く、威力と連射に優れるが反動が強い。 ショットガンレジスタンスが使用している。相談数が2発と少ない。ナチス兵士とレジスタンス双方が使用している。バランスの取れた普通のショットガン。テラースクワットが使用している。威力が高く連射速度が速い。ライフル最も弱いライフル。ナチス兵士が使用している。スコープ付きとなしがある。連射速度が遅い。ナチス兵士が使用している。 スコープ付きとなしがある。連射速度が速い。威力が高く連射速度が速い。銃火器破壊力、殺傷能力が高く敵施設を破壊可能。所持弾数が少ない。一部ミッションでナチス兵士が所持している。破壊力、殺傷能力が高く敵施設を破壊可能。所持弾数が多い。テラースクワットが使用している。ナチス兵士が所持している。 背中にあるタンクを撃つと爆発する。プレイヤーは使用できない。その他、M24 型柄付け手榴弾殺傷力は普通だが、遠くまで投げられるのが特徴である。ただし、敵に向けて投げても回避されることがあるため、あまり役に立たない時がある。ナチスの施設や、装甲車、戦車、監視等、スピーカーなどを破壊する際に使用できる。安価で破壊力が高い。設置後に、 任意のタイミングで爆破できる。距離が離れすぎると反応しなくなる。橋爆破専用の爆弾。乗り物はすべてガレージに保管できる。アラード J2X4 ドア車。4ドア車。シトロエントラクシオンアバン大型トラック。4ドアのスポーツセダン。4ドアとカブリオレ仕様がある。メルセデスベンツ G4 大型リムジン。コンバーチブルタイプと屋根付きが存在する。4ドア車。 農業用のトラクター。ディーゼルエンジンが搭載されている。パリ郊外の農家や農場に駐車されている。ある条件を満たすと走行車の所有、保管が可能になる。プジョー4 0にエクリプス乗用車。ナチスの秘密警察である、ゲシュタポ仕様。黒色で、基銃付き。警戒レベルが3になると出現する。乗用車。ゲシュタポ仕様で、色は黒。 武装が搭載されていない、普通の車。エージェントが乗っている姿は見られないが、パリ市内に駐車されているのを見かけることができる。ナチスの特別使用者。色は黒で、防弾仕様。一般車との違いが多数ある。ナチス交換の移動に使用されている。キューベルワーゲンタイプ82。ナチスの憲兵が使用。非武装の偵察型と M20 機関銃搭載型が、 ある。パリ市内に数箇所、ドイツとフランスの国境ゲート前に駐車されている。偵察用は主人公が事件を起こすと真っ先に駆けつけてくる。オペルブリッツ軍用トラック。ナチスが兵員輸送用として運用。警戒レベルが上がると兵士を5名乗せて出現。車両はフリーポイントで破壊することになる給油施設や特定の場所に置いてある。また、 ホロツキ以外にも M20 機関銃搭載型やタンクローリー型も存在する。ナチスの憲兵が使用するサイドカー。各検問所に駐車されているほか、警戒レベル1で登場する。M20 機関銃搭載型と非武装型がある。SDKFZ2511 をスフ・ D ナチス兵士が使用する装甲車。一部ミッション以外にも警戒レベルが4になると出現。 M20 機関銃を搭載している。テラースクワットが1名乗っている。パリ郊外の住宅跡地に乗り捨てられている。ダイムラー走行車武装新兵隊が使用する、砲塔付きの送輪走行車で、警戒レベルが5になると出現する。戦車と同様に、マップ内の数十箇所に配置されている。この車両を爆破すると報酬が手に入る。また、車両は、 パリ郊外の住宅跡地に乗り捨てられている。パリ郊外に放置してある以外にも条件を満たすと戦車の所有、保管が可能になる。武装新兵隊の重戦車。マップ内の数箇所に配置されている。プレイヤーはそれらを爆破すると報酬が手に入る。また、パリ郊外の住宅地跡に乗り捨てられている。大型戦車なので耐久力が一番高い。 警戒レベルが5になると出現する。重戦車。パリ郊外の住宅跡地に放置されており、プレイヤーも操縦できる。フリーポイントの破壊や敵との戦闘にも使用でき、耐久力は比較的高い。ルノー FT 武装新兵隊が使用している。重戦車。副武装に火炎放射器が装備された、いわゆる火炎放射戦車でもある。フリーポイントで破壊することになる。 パリ郊外の住宅跡地に乗り捨てられている。耐久力は低い。軽戦車。パリ郊外の農村に放置されている。プレイヤーが操縦可能。副武装は装備されていない。フリーポイントの破壊や敵との戦闘にも使用できるが、耐久力は低い。ドイツ軍の機銃付き飛行船。マップ内を頻繁に飛行しているほか、2つのミッションでプレイヤーが登場可能。また、 上空を飛行している場合、これを爆破すると報酬が手に入る。メッサーシミット BF-109 ドイツ軍の戦闘機。一部ミッションで登場する。あるミッションでプレイヤーが破壊可能。ザールブリュッケンにあるナジスの基地に駐機してあるが、操縦することはできない。警戒レベルが5になると、プレイヤーに対して機銃操車を行う。V2 ロケットの実物大の模型ドイツ軍が、 マップ内数箇所に配置している弾道ミサイル。フリーポイントの対象なので、プレイヤーはこれを爆破すると報酬がもらえる。ありがとうございます。